はい、こんにちは、116インズです。 MLB が現在3月の終わりから、無期限で開幕が延期になっているという状況なんですけれども、ここに来てですね、7月の開幕に向けて、今オーナー側と選手側でいろいろと協議をしている状況なんですね。ただ残念ながら現状オーナー側と選手側で、主にですね、年俸に関してでちょっと協議が止まってしまっている状態でして、本当にこのまま7月頭ぐらいに開幕できるのかというところが、少し不透明な状況となっています。でそんな中ですね、フィリーズのブライス・ハーパーが今日インスタグラムを更新しまして、でその内容が今シーズンこういう風に運用したらいいんじゃないかという提案だったんですね。でその提案が意外と面白いものでしたので、今回ご紹介していきたいなと思っております。はい、でハーパーの案は大きく4つに分けられまして、まず1つ目はシーズンのフォーマットに関する提案ですね。ハーパーは NBA のようにリーグを東西別に分割して、東側のチームと西側のチームそれぞれで試合を行う方式を提案しています。これはですね、現在 MLB が検討している案でも、同じ地区同士で対戦をするという案が盛り込まれていましたので、発想は同じだと思うんですよね。地理的に近いチーム同士で対戦することで、極力移動のリスクを減らそうということだと思いますので、基本的な発想はハーパーにしても MLB にしても同じなのかなと思いますね。で2つ目は7月に開幕して11月中旬までに135試合を実施するという案ですね。これはですね、 MLB の案の中では80試合程度の実施ということで盛り込まれていましたので、 MLB の案と比べるとこのハーパーの案は55試合も多いことになるんですね。でこれはお金の側面がかなり強いと思っておりまして、というのもですね、選手側の年俸っていうのは、今年に限っては試合数が減った分に応じて、年俸も削減されるということが、選手会とオーナー側の協議で3月に決まっていますので、少なくともお金の面では選手としては極力試合をやりたいと。でオーナーとしても、80試合よりも135試合やった方が収益の面では得だと思いますので、これはですね、選手オーナーにとっても、双方にとってメリットがある案なのかなと思いましたね。現状選手とオーナーが一番揉めているのはお金の面でして、というのも、今季開幕にこぎつけたとしても無観客試合での開幕の可能性が高い中で、オーナーとしてはさらなる収益削減っていうところが、予想されていますよね。そうなるとオーナーとしてはなんとかですね、その減った収益を取り返すために今選手たちに対して、年俸のさらなる削減を求めているんですね。でそこに選手会が今反発してますので、そういうことでしたら、ハーパーの案のように、試合数を増やして、ある意味双方が、妥協できるような案で、進めていくしかないのかなというふうには思いますね。ただ7月から11月中旬で、135試合と、非常に多くの試合を消化していく必要がありますので、日曜日に7イニングのダブルヘッダーを盛り込みながら、少しでも多くの試合を消化していこうというところがハーパーの案になりますね。でさらにここには書いていないんですけれども、11月中旬までシーズンをやる影響を考えて来季開幕を1ヶ月遅らせた方がいいっていうところもハーパーの案には書いてありましたね。これは選手の体を考えてってことだと思います。いずれにしても今年こういう状況になってしまいましたけれども、ハーパーからですね、少しでも多くの試合をやろうという意思を感じられたのは、ファンとしてはすごく嬉しいですね。続いて2つ目はロースターに関する提案ですね。ここは現在 MLB が考えている案とそこまで大差はないのかなと思ってまして、まずロースターの拡大ですね。ハーパーは30人ロースターを提案してまして、やっぱり過密日程になりますので、少しでも多くの選手をですね、ロースターに登録できるようにした方が、選手たちの疲労軽減という意味でも、意味があるのかなというところだと思います。MLB の暫定案の中でも、50人の中から試合の日に、30人登録する案が、検討されていましたので、そこと発想としては変わらないのかなと思っています。で先発ローテーションについては6人の先発ローテーションをハーパーは提案しています。これは実際に、チームがどう運用するかにはよるとは思うんですけれども、試合数もかなり詰め込むことになりますので、なるべくですね、投手たちの、負担というところを減らしていこうという考えだと思います。で他にも両リーグでの DH 制など、いろいろなアイデアがあれば、入れていけばいいんじゃないっていうところはハーパー言ってますね。今季に関してはもう柔軟に運用していくしかないと思いますので、両リーグでの DH 制もこの機会に、試してみるのもいいと思いますので、これ自体はですね、全然ハーパーの発想はいいのかなと私は思いますね。で3点目はプレーオフに関する提案でして、これが一番面白いなと思いました。 MLB が現在考えている案では14チームのプレーオフっていうところが今報じられているんですけれども、正直14チームをプレーオフ出していいのかよって気持ちはちょっとあったんですけれども、このハーパーの案は今まで通り10チーム出場させるんですけれども、
ただちょっと方式を変えまして、カレッジワールドシリーズと同じ方式で、まあ、やったらいいんじゃないのかっていうところを提案してるんですね。ということはダブルエリミネーションとそれから2000戦勝のシリーズ方式を組み合わせるということになると思うんですけれども、おそらく最初のラウンドは3試合やって2勝先にした方が、まあ、次のラウンドに進めるというシステムでやって、でそこで敗退したチームたちが今度敗者復活戦のような形でまた1試合とか、まあ、試合をそれぞれやって、で2回敗退したら完全に敗退という形式でやっていくってことだと思うんですけれども、まあ、これがすごい面白いなと思ってまして、野球のそのシリーズとしての戦いの醍醐味と、まあ、それから1試合で全てが決まるという、まあ、不確実性が生むドラマっていうのを、その両方を楽しめるっていうことになりますので、これはこれまでの MLB にはなかった、まあ、あの新しい楽しみ方っていうのが生まれるんじゃないのかなと思いましたね。ただプレーオフを開催するとなると、どうしても移動の問題が出てきてしまいますので、ハーパーは中立地での開催を提案してまして、まあ候補としてはまあホテルの多いラスベガスなんかいいんじゃないかっていうふうには言ってるんですけれども、まあこれはおそらく彼の地元がラスベガスだから、まあある程度事情がわかるから、まあこういうふうに言ってるだけであって、まあ他にどの州でもいいというふうには思ってるとは思いますね。これまで通りのプレイオフのフォーマットで、まあ、14チームが出場する MLB のプレイオフの現在考えている案よりも、このハーパーが提案したプレイオフのフォーマットの方が、まあ、すごい盛り上がる要素が多いと思うんですよね。特に1試合で決まる敗者復活戦ですよね。まあ、今でもそのワイルドカードゲームってすごい盛り上がるじゃないですか。まあ、あれってやっぱり1試合で全部が決まるから、まあ、ものすごい盛り上がるのであって、まあ、そういった要素がもっと野球に入れば白熱した試合が見られることになりますし、でちゃんとシリーズ性を残してますので、チームの実力っていう部分も、まあ、一応ちゃんと反映されるわけですから、まあ、その両方を楽しめるという意味では、まあ、すごい盛り上がると思うんですね。どうやっても今年はイレギュラーな年にならざるを得ないので、まあ、これまで通りの方式をそのまま踏襲するっていうよりも、まあ、ちょっとやったことない方式で、まあ、少しでも盛り上がるように、まあ、試してみるのもいいんじゃないのかなと思いましたね。で最後がオールスターと試合の中継に関する提案ですね。ワールドシリーズはこれまでと同じように、まあ、最後に残った2チームで、まあ、7試合、最大7試合でワールドシリーズを行うというふうにハーパーは考えているみたいなんですけれども、そのワールドシリーズの直前に、まあ、休養日を設けまして、そこにオールスターとホームラン競争をやったらいいんじゃないかっていう提案なんですね。これイメージはおそらく NFL のオールスターに相当するプロボールだと思うんですけれども、まあ、あれもですね、スーパーボールの1週間前に毎年やってるんですね。でそれと同じ発想だと思ってまして、この発想は個人的には目から鱗が落ちましたね。正直今年はどうやってもオールスターはできないだろうなと思ってましたし、で実際にまあオールスターといえば夏っていうまあ先入観がありましたので、まあ、夏にさすがにオールスターやってる余裕ないよなと思ってたんですけれども、確かにワールドシリーズの直前にまあオールスターを入れれば、まあ、やれることはやれるんだなっていうのはハーパーの提案を聞いてて思いましたね。まあ、もちろんそこまでしてオールスターをやる必要があるのかと言われてしまうとそれまでなんですけれども、ただオールスターは間違いなくやった方が収益面ではプラスに働きますし、また今季活躍した選手がまあオールスターという名誉でまあ報われるっていう意味でも、まあオールスターできるならやった方がいいと思いますので、初めからできないと決めつけるのではなくて、まあ、こうしたら開催できるんじゃないかっていうふうに考えたハーパーは、いや本当素晴らしいなと思いましたね。でそれからハーパーは試合中継に関して今季はブラックアウトはなしにしようと提案してるんですね。おそらく日本で MLB 中継を見る分にはブラックアウトの影響を受けることはまずないんですけれども、アメリカ国内で試合を見る場合、同じ試合が全国中継と地元放送局で同時に中継されている場合、その地元放送局が映る地域においては地元放送局が優先されて、全国中継の方がブラックアウト、まあ、つまり映らなくなっちゃうんですね。まあ、これはたびたび問題としてファンの間でも議論になってるんですけれども、まあ、MLB.TV とか契約しても、まあ、自分が住んでいる州に応じて、まあ、見れないチームっていうのが出てくるんですね。で、これをハーパーは今年はなくそうと提案してるんですね。これはおそらく MLB のスター選手としては初めて多分ブラックアウトをやめようと言った選手なんじゃないかなと思いますね。で、これは個人的にハーパーの案に賛成してまして、もちろん地元放送局の利益はある程度は守らなきゃいけないんですけれども、ただ今季に関しては極力野球に対する興味を、まあ、なくさないように、まあ、なるべく野球を見られる機会っていうのを、まあ、増やした方がいいんじゃないのかなと思いますね。という具合にですね、ハーパーいろいろとですね興味深い提案をしてくれています。ただ現実には、まあ、選手ですとか
関係者のその健康が第一ですので、まあ、あの検査体制を整えたりですとか、選手をどのように守っていくのかなどですね、まあ、解決すべき問題はまだまだ山積みな状況ですよね。で、今回ハーパーが提案したものについても、まあ、実際にどれだけ現実的にできるのかっていうところも、まあ、まだまだ議論の余地はあるとは思うんですけれども、ただやっぱりブライス・ハーパーという、まあ、現役のスター選手が、まあ、こういうふうに声を上げてですね、こうした方がもっといいんじゃないかっていうふうに言ってくのは大事なことだと思うんですね。最終的には、まあ、オーナー側と選手会側が、まあ、協議して決めることだとは思うんですけれども、まあ、こういった現場の選手たちの声も拾いながらですね、まあ、お互いに納得できる案で、まあ、今季開幕を迎えられればいいなと思っております。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね、メールウィーに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。